これまでの付き合いの中で印象に残っていることってありますか。はい、えー、っと印象に残っていることなんか昔こうキイ君が入院してた時があって、でその時期にこうちょうどシーダー君自分がシーダー君のとこトゥエンティセブンシリーズっていうシールを作っていて、でそれが出来上がって。 でキイんが入院しているところにそのコヤン君と一緒にこうお見舞いに行くみたいな時があってそのシーく君のミックス CD をこう持っていくみたいなキイんのところにみたいな。で多分その時キイんってあんまりこうシーく君のラップ知らなかったと思うんですよ。でちょっとこういうの作ったんで聴いてくださいみたいな感じでこう紀くんのところに持って。 で,で、多分、キイ君も暇だったと思う、入院してて。で、こう、聞いてくれて、で、何日しか、電話か何かわか,かんなくがいいですけど、こう、シーザ君のラップめっちゃやばいね、みたいな。超やばいじゃん、あのミック CD、みたいな。で、なんか俺もちょっと、音楽に対してモチベーション上がったみたいな感じで、行ってくれて、そう。そこがちょっとなんか、 乗り記憶にこう変わるターニングポイントになってくれたのかなっていう。それはなんかそうですね。印象にあるかな。